ちらが目伏しています。でこちらがおぶしています。まあ、オスとメスみたいな感じで、基本的に使う節はまあこういうステンレス製の節なんかがいいですね。でこういう節、このが大体このサイズのカツオになると4箇所ぐらい節を入れてますね。まずはい、節を打ちました。今度は大体ですね、塩をまぶしたら色が赤くなりやすいので色がつきやすいと思います。これを使っていただいて、なるだけ短時間でパッと焼いた方がいい。長くやると今度は中の方まで火が通ってしまうので、ちゃんと火が通ってないと皮が硬くなってしまう。薄くなるべくなるだけ刻んだ方がいいですかね。次の方もあるんですけど、叩きのタレです。最後に刻みのりをバーッと叩けば